やばい。あー、 BGM を変えてしまった。ニタッチさん、ダイソーお願いします。しまった、手が触れてもうた。お願いします。いや、ラップ、あのね、エースバーン徹底調査の裏側なんですけど、完全にこの試合もラプラスが来ないと取れ高が取れない。でも一応勝てるようには仕上げてるから、まあ、あの、いい試合をせっかくなら動画にしてみようかなって思った次第でございます。これどうしようかな。ね、ちなみにこれはね、ギギギアルがね、ギャラ気質に一貫して強いし、これミミッキごと貫けるんですけど、ドリューズがちょっとしんどいかな。打点ないんで露骨にね、露骨に打点がないんで。あー、でもこれコータスやから、カバから行くと天候取られちゃうねんな。あ、上から2回自信押せるけどね。そうだな、一応トゲキッス、ギャラ、ドリューズ、この辺はラプラスでストップ効くけど、ドリュー、あれかな、武神がちょっとしんどいかな。まあでもステロめっちゃ通ってるから、これカバー、ラプラス、この二軸ベースでいきますね。まあこれでいくとラプラスダイマックスした後のドリーンパンチがめっちゃ痛いから、ドラ、いなせるドラパを裏に置いとくか、ダダリン置くかやね。あ、ダダリン、これゴーストダイブにするの忘れてる。変えます、後で、後で変えます。あー、エースバーも通り良さそうですけどね。ちょっと武神気にしてドラパかな。お願いします。まあ、やからギャラとラプラスは基本、じゃ、ギャラとキスはラプラス一人かな。思いのそこそこいるな。これ結構ギリギアル出せるパーティーでしたけど、ドリューズで完璧にと、なんかね、ボディープレスぐらい覚えてほしかったんですけどね、ギリギアル。マジで範囲狭すぎる。これはギャラドスだな。あ、これ仮想、理想的な動き方ができそう。初手でダイマックスを切ってくれるのもよし、挑発をしてくるなら雷の牙でワンパン。あの、今の環境威嚇いないんで、ここは脳死で牙でいいと思います。 OKOK、 ひるまなければ OK かな。まあ、ひるなら切れればいい。よし、そこじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。命拾いしたな、貴様。やってくれるじゃねえか。命拾いしたな。あー、これごめん、ダイデッド飛んできた、やばい。冷静じゃなかった。滝登りやったら OK って感じだけど、よしよしよし、 OKOK。 まあ、ひとまずいなしたけど、ちょっとやってくれるな。ヒュルマン買ったのは偉いけど、この展開はちょっとな、あんました実況中にしたらうちはよくないね。穏やかな実況していくから。どう巻き返そう。今せっかくタスキカバのいいところが見れそうやったのにな。ラプラスのメタがいるかな。ここは僕はフリーズドライを押したいんですよ。ギャラ側は大草原押すかどうかですよね。フリーズドライに合わせて一回コータス経由してあくび通してくるって動きもあるのか。ここね、カバが生きるのはここしかないと思うんです。これカバに下げます。あの、コータス引きがある。で、仮に突っ張ってきても大草原なんで、ここはカバでダイマックスターンを一回枯らします。うん、オッケーオッケー。これでかくね。これでかいね。多分カバルドンさん、飛び跳ねるぐらい耐えてくれるから、うん、神の一手になっちゃったね。ここは神の牙を方向動します。おい、ふざけんな、おい、ふざけんなおい、ふざけんな。やっていくこと悪いことあるやろなあ、ふざけんな。まあ、これはこれで動画的に美味しいからいいのか。あ、そんなこと言ってる場合ちげえんだよ。そんなこと言ってる場合じゃねえんだよ、お兄さんって感じな。いやー、どうしよう、きついぞ。これダイマックス切りで負けじゃねえ、普通に。今、ギャラが一応加速はしてないから、これドラゴンアロード落ちるけど、ダイマックス切れるんだよな、お相手は。10万打ってくること考えると嫌だよね。ここドラゴンアロードやな。ここでの出し方10万に見えるから。ダイマックスを、あ、オッケーオッケーオッケー。まだいけるかな。これは2角入ってる鉢巻きなんで、やってくれたな。あ、でもラプラスはまだ体力残ってるし、で、ちょっと重たいギャラ飛ばせたからまだあるのかな。ゼロではないのかな。ただ鉢巻きバレてるからキステできそうだね。ギギギアルダダリン見て出て、あ、耳来てね、はいはい。
これはこれできついな。ドラパにダイマックスを切っちゃうかだね。あー、ドラパにダイマ切った方が強そうかな。僕そんな気しますね。だからここで打つべき行動は大ホロー。これはラプラスに引いてその隙に剣舞が負けやから、ここはダイマ切らんとあかんわ。いやー、しょってー、バックアドやったなあれ多分。あそこで牙当ててってギャラワンパンして、まあミミッキュ見てから自信で削るとか。多分カバはエースでも玉じゃれぐらい耐えるから、あ、化けの皮外せたっぽいな。剣舞が一番おいしいかな。剣舞押してそう。剣舞押してそうではないか。じゃれかな。まあじゃれ影は耐えるんで別に これはいいですね。剣舞が一番おいしいかな。オッケー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 。あー、ケアできそうかな。これあの B 下がったんで、ダイマックスを切っても、ダイマックスを切っても耐えることはできないので、これは大フォローでいきます。でドラパは剣舞玉影は耐える。よし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 、うまく起点回避はできましたね。まあ、こっからの地獄パターンが、相手まだダイマックス残ってるんで攻撃必須が出てくるパターンかな。全然その戦術ありそう。嬉しいのは武神嬉しいなら白が武神かな。いやー、いるよなきつすぎ、わろた。どうしよっかね、どうしようかよ。これ C を上げさせなければラプラスで止めれるかな。それかダイヤークを使えね。いや、これダイワームが多分一番賢い。 C 下げさせさせんと多分無理や。オッケーオッケー、ダイマ切ってくれるんやったらこれダイワーム通るでしょう。で一回ダイウォールさせればダイマックスさ一回稼げる。でドラパを突破するときで一旦稼げるから、まだあるかな。ゼロではないな。ひとまずここまで持ってこれたけど、いかがでしょうか。てかこうね、プレイングじゃなくて運負けはプレイング大手カバーしたらね、かっこいいので、これはプレイを間違えずにちゃんと勝て筋を言いましょう。しかもこれ2体できそうか。ドラパルとダイジェット無理かな。これ急所だねこれ急所。おい、ふざけんなよ。やっていいことと悪いことあるぞ。なあ、おかしいと思うねんな、さっきからな。やっていいことと悪いことがあると思うねんな。おかしい。まあでもこれピントレンズっぽいな。ごめん、これ急所当たりやすいやつかもしれんわピーピーうるさいかもしれんけど、これはもしかしたらピントレンズかもしれん。 50% 乗り越えば身代わり残せるか。さあ頑張ろう。これで急所当たったら切れよう。よし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 、身代わり残せた。オッケーオッケー。で問題はな、結局何は去ってないってところですね結局何は去ってないっていうね。あ、でもね、これダイジェットでこんだけってことは多分エアスラ身代わり残るね。どうなんやろ、この体力を残した状態。いや、これ多分な、高校身代わりが一番賢いと思う。で、ドリル押すかフリーズドライ押すかやね。ダイフェアリー。ここで急所当てるのはいいぞ。で、フリーズドライは多分ね、二角取れない。急所はここで当てるのはいい。さて、ちょっとダメ系しますね。このラプラスが C 低いんだよな、マジで。115ですからね、実質数値にして。でこれで身代わり残す。でこれで次のエアスラが急所当たらんかったら、あー入ってるっぽい。フリドラ42.5% から 52.5% やから半分入る。低段数で半分入ってるけど、今スリップがなんか入ってるから、あれ10ぐらい削れてるから段数ずれてるな。ってことはフリドラ2発やね。まず急所ここで当たらんかったら身代わりが割れないので勝ち。ここドライ2発やね。マジシャーで次の攻撃を急所当たらんかったら、ん、よしよし、身代わり残ってる。オッケーオッケー、これ拾えたんじゃね。二角これ入ってんぞ。入ってなさそう
入ってなさそうだ。これ身代わりか、身代わりか、もう一回身代わりか。いや、匠は絶対押せへん。なぜなら俺がドライ2発押した瞬間に負けるから。もう一回身代わりやね。いや、すら。よしよしよし。大ワーム神。急所、オッケー、ここで当たるのはいいぞ。で、多分ね、ここでもう一回身代わり張っても56で23か？あ、オッケー、23だね。で、残飯回復2回入るから、この次のマジカル社員ももしかしたら耐えるから、さあ、まずここ、急所当たらんかったら身代わり残るし、この次ももしかしたらダンスで耐える。ドライを3回当たらなあかんからな。ここ乗り越えたら勝ちか。さあ、勝ち筋はだいぶおったぞ。はい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 。はい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 。ああ！はい、ラストいったんですね。いや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 、最後はちゃんと帳尻合うから、ポケモンバトルっちゅうのは。これ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 。さあ、多分ね、僕体感これ次、急所当たらんかったら耐える気がするんですよ。ラプラス頑張る。ちょ、これ急所当たったらちょっと家燃やすわ。はい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 。お前、家、お前の家、ちょっと夜道気をつけろよ。夜道気をつけろよ、ほんまに。なあ。夜道気をつけろよ。もう名前覚えたぞ。もう動画にしてやるからな、俺。大変ありがとうございました。